皆様おはようございます。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は1月28日土曜日、お時間は、朝の9時、35分ですね。先ほどね、近くの前ちょっと前にご紹介させていただいた、パン屋さんですね、石窯パン系の、ピープルというね、地元にある、パン屋さんなんですけど、今朝のね、朝食はねこちらをいただきたいと思います。はい、これはねちょっと初めて食べるんですけど、エビカツコッペという商品になりますね。値段はねいくらだったっけな、300円ちょっとぐらいですね。今朝はね、朝食としてこちらをいただきたいと思います。いただきます。ちょっとやっぱり失礼しませんここのパン屋さん大きくてなかなか一口で入らないですね。ちょっと先端かじっただけですけど、うん、やっぱりね、でも美味しいですね。うん、あの お近くにございましたら、すいません、ちょっともぐもぐ言っちゃって、大変おすすめのパン屋さんですので、ぜひね何食べても美味しいですから、一度ねご賞味いただければと思います。ということでね、今朝のね1枚目をね、今日の1枚かをご紹介させていただきたいと思います。まあ正直ね、朝っぱらから紹介する音源としてはあまり、適さないかもしれないですけど、まあ世界観がっていう意味なんですけどね。今日の1枚こちらになりますね。はい、こちらですね、ちょっと光っちゃってますね。キズの、2021年かな、12月にね、リリースされてます、10枚目のシングルですね、ストロベリーブルーですね、こちらをご紹介させていただきます。これはね、まあ、楽曲の世界観は、まあ、なかなかなんでしょうね、一言ではなかなかね、お伝えしきれない、なかなかディープな、まあ、世界観を持った、なおかつね、若干、お子様にはあまり、適さないかもしれないんですけども、まあ、なかなかね、大人にしかわからない、世界観なんですけどね。曲がね、すさまじく、美しいメロディーで、大変惹かれるね一曲となってます。まあね、なかなか違ったアプローチも、まあ、傷のね、これまでと違ったアプローチも、なかなか秀逸なね、やっぱり、曲を作ってくるんだなというところで、まあ、まあ、実力があるバンドならではの、素晴らしい、一曲と、なっておりますね。ちょっとね語弊を恐れず言えば、ディル・アン・グレイで言えばかつてのね、サクであったり、あとはオブスキュアとかね、どうでしょうね、似てる似てないというよりは、何か深いね、まあ何ですかね遺伝子レベルで言えば近い種族というかね、まあそんなような彷彿とする楽曲かもしれません。ということで、美しいメロディーが好きな方、必聴の一曲となってますので、こちら傷のねストロベリーブルー、失礼しましたストロベリーブルーね、大変おすすめの一曲となっておりますので、皆さんね聴きましょう。ということで、今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。